私今は主任じゃないの、今は部長なのよ。それにもうすぐ専務になる予定なの。事情があって中卒の俺が初めて就職した会社で、俺のことを散々見下し、最後はクビにしてきた上司と再会した。今日は妻との結婚記念日だというのに最悪の再会だ。俺はその会社をクビになった後すぐに再就職したのだが、未だに俺のことを見下してくる上司はまだ俺が就職できていないと思っているらしい。あんたがどうしてもって言うなら、またうちの会社で雇ってあげてもいいわよ。今度専務になる私が入社させてあげる。その代わり私に忠誠を誓いなさい。そうするって約束するなら、もう一回雇ってあげるわ。そんなふざけたことを言ってきた上司に、俺より先に妻が口を開き、じゃあそろそろあなたもあなたの会社も潰しますね。そう言って不敵に笑ったのだった。俺の名前は古川翔吾、今はシステムエンジニアとして働いている男だ。妻のみゆきとも仲良く暮らし、もうすぐ結婚1年目を迎える。俺の両親は父が弁護士、母が専業主婦をしていて、俺は割と裕福な家庭で育っていた。育っていたというのが過去形なのは理由がある。それは俺が高校1年生の頃に俺たち家族は交通事故に遭い、俺だけが生き残ってしまったからだ。事故に遭って気を失い、次に目覚めた時は病院のベッドの上で、そこで両親がこの世から旅立ったことを聞いた。一気に両親を失った俺は、その現実を受け入れることができず、毎日部屋に引きこもり、学校なんて行く気にもならず、せっかく入学した高校も退学してしまった。両親がいなくなってからずっと住んでいた家も維持することができず、結局は手放すことになってしまった。当時の俺は何もできず、毎日ぼんやりと過ごすしかなかった。そんな時、いろいろと力になってくれたのが父の友人であり、みゆきの父親でもある鈴木弁護士だった。君のお父さんは大切な私の友人で最高の友達だった。その息子である翔吾君も私にとって大切な存在だ。君が少しでも不利にならないように私に力にならさせてくれと言ってくれ、いろいろな手続きは鈴木弁護士にすべてお願いすることに。鈴木弁護士には娘がいて、それがみゆきだった。翔吾君、私も何か力になれることがあったら言ってね。当時無気力だった俺のことを何かと気にかけて、身の回りの世話をしてくれたのもみゆきだった。みゆきとは子供の頃は父親同士が友人ということで、よく家に遊びに行ったり、うちに遊びに来たりして、よく遊んでいたのだが、小学生になったくらいからは、やはり男女ということで会うことがなくなっていた。それから約10年ぶりに再会したので、久しぶりに見たときは、誰だよ、とつぶやいてしまったのは悪かったと思う。だけど、よく変わる表情や笑顔は昔のままで、当時の俺は少し安心したのを覚えている。それからみゆきたちは何かと俺を助けてくれ、鈴木一家のおかげでなんとか俺は立ち直り、新たな生活をスタートすることができたのだった。鈴木さんたちには感謝してもしきれない。新生活をスタートさせるために俺は就職先を探した。鈴木さんは、高校に復学しないか、学費なら私が出すこともできるし、奨学金という手もあるし、ご両親が残したお金も、とは言われたのだが、俺は高校に戻る気はなかった。これからの自分の生活のためにも就職しようと思っていた。やりたい職業として候補に上がったのがエンジニアだった。本当は憧れた仕事もあったのだが、今の自分ではとても叶えることができなかったので諦めたのだ。学歴が中卒ということで就活にはとても苦労したが、求人サイトに載っていた BLAC という会社のシステムエンジニア募集、初心者大歓迎、先輩が優しく教えてくれます、アットホームな職場ですよという歌い文句を見て、俺は希望に満ち溢れその会社に応募、そしてなんと合格をもらったので、そこに就職することに。しかしそこはとんでもないブラック企業だった。
入社して早速、仕事のことはこのマニュアルに全部書いてるからこれ見て覚えて、これが理解できるまでは帰るな、と辞書くらいの分厚い本を渡されたことは忘れられない。先輩は全然優しくなかったし、新人の俺は他の社員よりも1時間早く出社し、先輩方の机の拭き掃除、お茶汲みは当たり前で、サービス残業も当たり前。分厚いマニュアルを読んだのはいいものの、それだけでは理解ができなかったので、やり方を聞けば、マニュアルに全部書いてるって言ってんだろうが、と大声で怒鳴られた。先輩や上司はすべて、お前が中卒なのが悪いと意味のわからないことで当たり散らしてきて、俺は正直毎日胃が痛くなっていた。システムエンジニアとしての仕事なんてほとんどさせてもらえず、ひたすら雑用みたいなことばっかりしていた。中でも俺の直属の上司だった今井麻美主任が一番ひどかった。俺のことを初日から、よろしくね中卒くんと呼び、いろいろと無理難題を押し付けてきた。ちなみに今井主任は国立大卒だそうだ。ひたすらに見るからに終わらない大量の仕事を押し付けてきたり、しかもそれを言われたのが定時5分前。これ明日の朝一番の会議に使いたいから午前5時までに仕上げてね、とまさかの徹夜前提の仕事を言ってきたり、しかもこれはもちろんサービス残業だ。コーヒーが飲みたいから今すぐ入れて、と言われたので仕事の途中だったが慌ててコーヒーを入れ、持っていくとまずいと言って入れ直しを何度も命じられたし、最終的には時間がかかりすぎと言ってバシャッとコーヒーを正面からかけられた。冷めていたのでなんとかなったけれど、これが熱かったら大やけどをするところだった。他にも今井主任から飲み会に参加するように言われ、僕未成年なのでとやんわり断ったのだが、強制的に参加させられ、未成年の中卒くんは隅でいいでしょと言われ、本当に隅で水を飲むことしか許されなかった。帰ろうとすれば、中卒のくせに勝手に帰ろうとするなと言われたし、会費はバッチリ取られたし、俺はあれ以来飲み会が怖くなってしまった。ただ同じ部署には斉藤先輩という俺にとって救いの存在もいた。斉藤先輩は高卒でこの会社に入ったそうで、彼も今井主任から高卒くんと言われていた。前に今井主任からまた仕事を押し付けられたことがあったのだが、その時に斉藤先輩が手伝ってくれた。しかしそれを見た主任が、出来損ないが出来損ないを手伝うなんて時間の無駄よ、そんなことするくらい余裕があるならもっと仕事をあげるわと言って、斉藤先輩はこれまで以上に仕事を押し付けられてしまった。明らかに嫌がらせだった。それ以降先輩は表立って助けてくれることはあまりなかったが、上司や主任がいないところでは俺のことをよく助けてくれた。俺の分も仕事をしてくれたり、たくさんフォローしてくれたのだ。斉藤先輩だけが俺にとっての救いの存在だった。そんなある日、俺と斉藤先輩が呼ばれ、二人でこの仕事を全部やりきりなさいと今井主任から渡された。締め切りはそれぞれの表紙に書いてるから、締め切り厳守よ。言っとくけど、締め切りを守れなかったらどうなるか分かってるわよね。渡された仕事は見るからに膨大すぎるくらいの量だ。パッと見ただけでも30件くらいか。しかも締め切りは明後日。パラパラと資料を見てみると、明日の締め切りが半分以上だ。今は18時、この時間から半分以上明日の朝だなんて絶対に無理だ。こんなの終わるはずがない。こんなの無茶です。できるはずが。俺も斉藤先輩も慌てて今井主任に訴えたのだが、できないんじゃなくてやりなさいよ。終わらせなかったらクビだから、仲良しの無能同士仲良くやりなさい。それだけ言って今井主任は言ってしまった。そんな。絶望に打ちひしがれている俺と斉藤先輩、他の社員が手伝ってくれるとは思えるわけもなく、これまでシステムエンジニアとしての仕事なんてほとんどやってきたことのない俺に、突然この仕事をやりなさいって言われても、と
とりあえずやれるだけやってみるか、と斉藤先輩はそう言って仕事の資料を抱えた。そうですね、頑張りましょう。お互いに乾いた笑いを浮かべながら、俺たちはとりあえず明日の朝締め切りだという仕事に急いで取り掛かることにした。俺は入社当日にもらった分厚いマニュアルを見ながら必死で理解しようと頑張った。二人で必死にやり、俺たち以外の社員みんなが帰った後も必死で仕事をやり、ついに朝を迎えてしまった。窓からの日差しが眩しい、と目を細めてしまう。それで、できたのかしら？今井主任が出社早々、斉藤先輩と俺に話しかけてきた。全部はできませんでした。当然の結果だが、俺と斉藤先輩は仕事をさばききれなかった。あの量を一晩でできる人がいたら教えてほしい。きっと命じた本人の今井主任でも絶対無理だと思う。じゃあ、あんたたちに責任取ってもらうわね。あなたたちは今日でもうクビよ。は？当たり前でしょ。ちゃんと仕事できなかったんだから。そんな無能なやつはいらないのよ。それにあんたたち高卒と中卒だし、低学歴はもともといらないのよ、と言ってきた。いや、ちょっと待ってください。あの量は絶対に無理でした。今井主任、分かってて言いましたよね。はあ？誰に偉そうに言ってんの。仕事ができないあんたらが悪いんでしょうが。そんな。今井主任との押し問答は続いたが、結局主任には勝てず、俺たちは本当に首を言い渡されてしまった。課長や部長は我関せずの態度の人たちなので、主任の一声で首になってしまうのがこの会社では現実なのだ。そして斉藤先輩と一緒に会社を出た後、俺は普通に号泣してしまった。申し訳なさとかで涙が止まらなかったのだ。斉藤先輩、俺のせいですみません、申し訳ないです。正吾、泣きながら言われても何を言われてるのかわかんねえ、と斉藤先輩は苦笑いをしていた。俺のせいで。いや、あれは完全に今井が悪い。まあこうなったら仕方ないか。あんなクソみたいなブラック企業、俺たちが辞めてやったんだって。ニカッと効果音がつきそうなくらい笑った斉藤先輩は、泣いている俺に自分のハンカチを渡してくれた。その日は徹夜で疲れていた俺たちは、次の日に出社して社長とかに直談判しようと話して、そのまま帰り泥のように眠った。だがその日の夕方、社長から、お前らクビだから、あんなことしやがったお前らには退職金も出さないからな、とだけ電話があり、ガチャ切りされ、それ以降どれだけ電話しても繋がらなかった。多分着信拒否されたんだろう。正直この時の俺はそんなこともうどうでもよかった。だからこの次の日に斉藤先輩が、俺たちの退職パーティーしようぜ、と言って俺の家に来てくれた時も、今後のことなんて全く考えられなかった。お互いに飲み食いしつつ話をしていると、斉藤先輩が、ところで正吾、俺さ、実は自分で会社作ろうと思ってるんだけど、よかったらそれを手伝ってくれないか。社員一号になってくれよ。そう言って先輩は俺の肩に腕を回してきた。先輩はもう未来を見ているのか。すごいな。それを見て俺もいつまでもうじうじしてちゃいけないと思った。はい、俺にできることがあったら何でも言ってください。どうせ俺には失うものなんてないのだから。今度は斉藤先輩のもとで頑張ってみよう。それから斉藤先輩は本当に起業した。仕事内容は前職と同じシステムエンジニアだ。ライバル会社はたくさんあったが、なんとか仕事にも恵まれ、クライアントも増やすことになんとか成功。今ではたくさんのクライアントを抱えて、俺たちは忙しく働くことができている。そして俺が両親の事故の時や仕事で辛い時に、いつだって支えてくれたみゆきとは、実は少し前に恋人同士となっていた。みゆきが、私が翔吾くんを支えるから、
と言ってくれ、普通は逆だよな、と笑ってしまったのはいい思い出だ。斉藤先輩の会社が軌道に乗っていたので、俺はみゆきにプロポーズをした。みゆきはプロポーズを受け入れてくれ、俺たちは結婚をすることができた。どん底の時とは比べ物にならないくらい、今の俺は幸せだと感じている。今日は俺とみゆきの結婚1年目を迎える日だ。そのお祝いで俺たちはこの辺りで有名な鉄板焼き店を予約した。この鉄板焼き屋の売りは何といってもカウンター席の目の前にある大きな鉄板でシェフが食材を焼いてくれることだ。シェフがパフォーマンスをしながら焼くこともあり、そのパフォーマンスも人気で予約が取りにくい店としても有名で、とても人気店だ。今日の予約も半年前から予約していたくらいだからな。みゆきもすっごく楽しみと言ってくれたので、予約が取れてよかったと心底思っていた。そして俺とみゆきは予約時間に店に行き、案内されたのはカウンター席の真ん中という特等席だった。すごい特等席だね。みゆきがそう笑い、俺もそうだな、ラッキーだったと笑う。俺たちはワインを注文し、それで乾杯をした。目の前では早速シェフが黒毛和牛を焼いてくれており、いい匂いが。ワインを飲みつつ料理を堪能しながら、みゆきとも楽しく話して過ごしていると、ねえ、あんたもしかして中卒くん？と背後から声が聞こえた。思わず振り返ると、そこにはあの今井主任がいた。やっぱりと思ったのが正直な気持ちだ。俺のことを中卒くんと呼んでいたのは彼女しかいなかったからな。今井主任、やっぱり。なんでこの店にいるの？今井主任はそう言いながら近づいてきた。相変わらず今井主任を目の前にすると、一瞬体がこわばってしまう。これはもう反射と言っていいだろう。今井主任はどうしているんですか？私は接待で使ってるのよ。たまたまトイレに行って戻ろうとしたら、見覚えのある姿が見えたから。すると今井主任は一瞬にして俺を見下すような顔になり、相変わらず中卒くんは辛気臭い顔しているのね、とニヤニヤと笑ってきた。相手にしないでおこう、そうすれば諦めていくだろう。そう思った俺は無視をすることにした。シェフが今度はアワビを焼いてくれているのが見える。これも美味しそうだ。ところで中卒くんはうちの会社を辞めた後、どこかに就職できたのかしら？まあ中卒だから収入なんてほとんどないだろうけど。お待たせしました、アワビです。どうぞお召し上がりください。美味しそう、みゆき、食べようか。え、あ、うん、そうね。今井主任のことは無視し、俺とみゆきはアワビを堪能した。おお、歯ごたえがあるな。それが気に食わなかったのか、今井主任はさらに言葉を続ける。中卒のくせにこんな高級店の支払いができるの？そっちの人は奥さんかしら？その言葉にみゆきは今井主任の方を見た。もしかして奥さんに養ってもらってるとか？そうだとしたら男としてどうなの？まあ中卒だから仕方ないわよね。と笑い出す今井主任。さすがの言葉にみゆきが、ちょっとあんたさっきから、と立ち上がろうとしたのだが、俺はみゆき、いいから無視しよう、とそれをいさめた。すると何を勘違いしたのか今井主任は、事実だから言い返せないのね、ああかわいそう、と高笑いしだした。今井主任、俺はただあなたと同じレベルに落ちたくないだけです。あなたって昔から思ってましたけど、学歴はあっても常識はないですよね、とわざと言ってやると、はあ？と主任は激高しだした。お前誰に言ってんだよ、中卒のくせに私に偉そうに言いやがって。お前ごときがこんな店に来るな、空気が悪くなるんだよ。お暴言に磨きがかかってるな。ちょっとシェフ、こんな奴らは今すぐ追い出しなさい。この私が言ってるのよ。
早くしろ。突然話を振られたシェフは伊勢海老を焼いていた手を止め、え、僕がですか？と困惑している。当然の反応だと思う。シェフ、気にせず伊勢海老をお願いします。あ、はい。俺がそう伝えると、シェフは改めて伊勢海老を焼き始めた。エビのいい匂いが伝わってくる。ちょっと、私はあのビーラックの次期専務よ。言うこと聞きなさいよ。とさらに大きな声を上げてきた。ビーラックは俺が以前勤めていた会社だ。今井主任があの会社の専務？さすがの俺もこの言葉には驚いてしまい、聞き返してしまった。そうよ、今は主任じゃないの、私は部長なのよ。ちなみにあんたと斉藤のおかげで私が専務になれたんだから、そこだけは感謝してあげるわ。俺と斉藤先輩の？そこで語られたのは衝撃的な事実だった。あの時俺と斉藤先輩がクビになったのは、あの日の仕事の遅れの責任を取らされただけでなく、今井主任が不正をでっち上げ、それを行っていたのは俺と斉藤先輩だと言ったらしいのだ。あんたたちが作ったデータの何個か数字を変えて、課長、あいつらデータを改ざんしていますって言ったら、よく気づいたなって褒めてくれたわ。私が内部告発した感じになるのかしらね。おかげで私の評価は上がって、上層部に取り入って出世できることができたのよ。そんなことをドヤ顔で語ることじゃないだろう、と俺が引いてしまった。しかもこれって自白みたいなもんじゃないか。自分から不正行為をして俺たちに罪をなすりつけたって言ってるようなものじゃないか。あんたみたいな中卒、もう二度と見たくないって思ってたけど、どうしてもって言うならまたうちの会社で雇ってあげてもいいわよ。今度専務になる私が入社させてあげる。突然そんな提案をしてきた今井主任に、俺はは？と間抜けな声が出てしまった。その代わり私の下で馬車馬のように働いて、私に忠誠を誓いなさい。そうするって約束するなら、もう一回雇ってあげるわ。今井主任が女優みたいにおほほほっと高笑いをしながらそう言ってきたので、さすがの俺もそんなのお断りですよと答えようとした瞬間、隣にいたはずのみゆきが俺の目の前に立っていた。今井あさみさん、あなたが今度専務になるんですか？よかった。これでようやくあなたもあなたの会社も潰せますね。今度はみゆきがそう言ってにっこりと笑ったのだった。は？私を？会社を？潰す？はい、申し遅れました。私こういうものです。ポカンとしている今井主任にみゆきが仕事で使っている名刺入れから名刺を一枚渡した。そこには弁護士古川みゆきと書いてあるはずだ。弁護士？はい、私弁護士の古川と申します。主に労働関係に関する案件を担当しています。例えば給料の未払い、違法な労働時間、上司から嫌がらせを受けているなど、そういった内容を担当することが多くて。そうなの。今井主任は見るからに顔色が悪くなっていっている。俺たちに対してあんなことをしていた自覚があったのだろうか。実はビーラックの従業員の方からも相談を受けているところなんですよ。その方の話によると、今井という名の女性の上司から罵詈雑言を受けたという相談があったんですよ。現在法的措置も検討しているところです。誰よそんな相談してるのは。そんな個人情報なんですから言えませんよ。内部告発みたいなものかしら、とみゆきはさっきの今井主任と同じ口調で答えた。そしてみゆきはポケットから小型のボイスレコーダーを取り出すと、ちなみに今の会話もすべて録音していましたから、証拠になるかは分かりませんが、あなたがご自分で不正行為を行って正吾と斉藤さんを退職に追い込んだって自ら言ってましたしね、と言った。仕事柄ボイスレコーダーはみゆきの武器であって、いつも持ち歩いているのは知っていたけれど、こんな形で役立つなんて。
はな。これまでの勢いがなくなってしまった今井主任はもう単語も出ていなかった。法的措置も検討してるってさっき言ったんですけど、実はもう書類は発送しているんです。そろそろ B ラックの社長さんの手元に届いているくらいですかね。社長さんたら青い顔をしているかもしれませんね。みゆきが楽しそうにそう言った瞬間、今井主任のポケットから電話の着信音が鳴り響いた。慌ててポケットからスマホを取り出し、電話相手を見たであろう主任の顔がさらに青くなった。社長。あら、出なくていいんですか。もしかして書類が本当に届いたみたいですね。みゆきがそう煽り、今井主任は恐る恐るといった感じでスマホの画面をタップする。今井、お前どこにいるんだ。今すぐに会社に戻ってこい、という社長の怒声が俺たちにまではっきり聞こえたのだった。その後、今井主任は慌ててどこかに行ってしまい、俺たちは改めて席に座り、シェフ、お騒がせしてすみませんとシェフに対して謝った。いえ、大変ですね。それでは次の食材を焼いてもよろしいですか、とシェフはにこやかに笑ってくれ、俺たちはお願いしますと答えた。そういえば今井主任はこの店に接待で来てるって言ってたけど大丈夫だったのかな、とどうでもいいことを考えてしまったのだった。鉄板焼きの店での出来事を今の会社の社長である斉藤先輩に伝えると、おお、ついにあの今井を成敗できたか、と笑ってくれた。さらに実は今井主任が不正をでっち上げて俺たちの責任にしていたことも話した。マジかよ。マジです。みゆきが証拠として音声も取ってくれたんで後で聞いてください、と俺が言うと、あの女ふざけやがって、とつぶやいた先輩の目は血走っていた。すると斉藤先輩は、正吾、また考えてることがあるんだけど乗ってくれるか、と言ってきた。この顔はあの時起業するからついてきてくれないか、と言った時の顔だ。先輩、次はどんなことを考えているのだろう。俺は斉藤先輩についていきますよ、と答えたのだった。斉藤先輩が考えたこと、それは俺たちが以前勤めていた株式会社 B ラックの株式を購入し、株主総会に出席して社長たちの解任を求めるというものだった。株主たちを訪問してこれまでの今井の悪行とかを説明すれば、株主たちだって社長の解任を求めることに賛成すると思わないか。可能性はありますね。実際に今度専務になるらしい今井さんのことについて弁護士から文書が届いてるはずですし、それも言えば株主たちも賛成してくれるかもしれません。善は急げ、ということで俺と斉藤先輩は早速 B ラックの株を購入し、株主たちと接触に成功。今井主任が俺たちに行った行為の数々、それを黙認してそんなやつを専務にしようとする部長や社長のことをたくさん言ってやった。弁護士も実は介入を始めていると言った時は説得力があったと思う。これにはあまりのブラック会社ぶりに引いてる株主も結構いた。こうして緊急株主総会を開いてもらい、結果的に社長をはじめ役員は全て解任されることになった。そして残った社員のためにこの会社を斉藤先輩が社長を務めるうちの会社が買収することで収まった。もちろん今井主任も解任され職を失う結果となった。解雇された今井さんは後日うちの会社に突然やってくると、私だってあんなブラック会社で働いててストレスが溜まってただけなのよ。それで後輩のあなたたちにちょっとだけ八つ当たりしちゃってただけなのね。許してくれるでしょ、私斉藤君のところで働いてあげてもいいわよ、と最後はこれまたなぜか上から目線で言ってきて斉藤先輩にすがってきた。しかし先輩は、今井元主任、ご自身でしたことが返ってきただけですよね、と笑いながら言って今井さんをすぐに追い払ったのだった。その後今井さんのあの性格では普通の会社では雇ってもらえず、夜のお店で働き始めたそうだが全く売れていないらしい。今では食べるのにも苦労して、実は工事現場で働いているとかなんていう噂も聞く。
あんなブラック企業で働いていたらストレスがたまるのもわかる。俺だってその環境で働いていたのだから。だけどいくら辛かったと言っても人に八つ当たりをするのは間違っている。今井さんが俺たちにしていたことは立派な危害だと思うのだ。いつか今井さんがそれに気づいてくれたらいいなと俺は思った。みゆき、本当にありがとう。今井さんのこと、会社のことがやっと落ち着いて、俺は改めて妻にお礼を言った。みゆきにはいつも助けてもらってばっかりで、なんか情けないよなと俺は言いながら笑うと、全然情けなくなんてないよと妻は笑ってくれ、翔吾がいるから今の私がいるんだからねと言った。俺がいるから？多分翔吾は覚えてないと思うけどと、みゆきが話してくれたのは俺たちが小学生の頃の話だった。みゆきが小学生の頃、クラスメイトから嫌がらせを受けていた。嫌がらせのきっかけは些細なことで、父親が弁護士ということがクラスメイトに知られたことだったらしい。きっとみゆきちゃんお金持ちなんだよ、だからあんな偉そうなんだねと、なぜかそんな話がクラスに広まり、みゆきに対する態度が悪くなっていった。でも翔吾だけは変わらない態度でいつも接してくれて、最後は違うクラスなのに、お前らみゆきにそんなことすんなよ、俺の父さんだって弁護士だぞ、なら俺にも嫌がらせしろって言ってくれてさ。ああ覚えてるよ、違うクラスなのに勝手に教室に入って怒られたっけな。あの時はいつも元気なみゆきが見るからに落ち込んでいたから、無理やり話を聞いたっけ。そしたらお父さんが弁護士だからお金持ちだってみんなからってみゆきが言ったのを聞いて、すぐにみゆきのクラスに行ったのを覚えている。お前ら間違ったことをするなって翔吾が言ってくれた次の日から、嫌がらせもどんどん減っていって、最後は全然されなくなったんだよね。翔吾のおかげだよ。その時に私も間違ったことをしてる人に、それは間違ってるんだって言える人になりたいって思ってから、弁護士になろうって思ったんだよね。照れながらそう言ってくれたみゆきに俺もまた照れてしまった。それは父さんの影響かな。翔吾のお父さん？うん、父さんも弁護士だっただろ。昔から間違っていることには違うってそれははっきり言う人だったからさ、その影響かも。父のモットーは公正で正しく正義を貫くを信条にしていて、その言葉は父さんの仕事部屋にも額縁に入って飾られていた。昔の俺は父さんのおかげで正義感にあふれてたと思うよ。そんな翔吾に私憧れてたんだ。だからご両親の事故の時、どうしても力になりたくてお父さんと一緒に翔吾に会いに行ったの。そうだったのか。あの時のことは正直あまり記憶がない。それでもみゆきと鈴木弁護士に支えてもらったことだけはよく覚えている。でもせっかく立ち直ってくれた翔吾があんなブラック会社で辛い思いをしていることが、私すごく悔しくて、なんとか助けたいって思ってたの。俺がビーラックに勤めていた頃、みゆきは大学生だったので何もできない自分が悔しかったとさらに続けた。みゆきの父親である鈴木弁護士は多忙だったし、刑事事件専門の弁護士だったこともあって、なかなか相談ができなかったそうだ。それにもし当時俺が何か言われても、そんな余裕はなかったと思う。それだけ当時の俺は毎日がギリギリだったからだ。いつかもし翔吾があの会社に対して何かするときには力になれるようにしようって、ちゃんと戦える力を手に入れようって思って弁護士になったんだ。結局私の原動力って全部翔吾な気がする。まさかのみゆきの言葉に俺は泣きそうになってしまった。みゆきが俺のことをここまで思ってくれてるなんて予想外すぎたのだ。みゆき、本当にありがとう。結局俺は普通に泣いてしまった。実は俺さ、父さんみたいな弁護士になりたいっていう夢があったんだ。だから普通に生活してたら大学も法学部に行きたかったんだ。え、そうだったんだ。これはこれまでみゆきにも話したことがないことだったから驚くのも当然だと思う。でも両親の事故があって高校を退学しちゃったからさ、
結局叶わなくて、今までがむしゃらに働いてきたから、そんな夢を持っていたことも忘れてたなって。みゆきの話を聞いて、俺もそんな風に夢を見たことがあったな、と思い出したのだ。正吾はどうしたいの？今からでも弁護士の夢叶えちゃう？今からでも遅くはないよ。そうだよな。高卒認定を受けて今からでも大学に行くことはできると思う。でも今は弁護士よりも今のシステムエンジニアの仕事の方が魅力あるんだよな。ブラック会社を退職後、俺は斉藤先輩に一からちゃんとシステムエンジニアとしての仕事をもう一度叩き込まれた。 B ラックでも一応仕事として教えてはもらっていたのだが、どちらかというと雑用ばかりしていたので、ちゃんと自分でシステムを組み上げたのは今の会社に入ってからだ。そしてシステムを組み上げる面白さに完全に目覚めてしまった。自分が考え、その通りにシステムが動いた時、ものすごい達成感を感じてしまったのだ。きっと斉藤先輩も俺が今から弁護士を目指すなんて言ったら、おお、頑張れよと言ってくれるだろう。優しい人だからだ。でも俺のことをずっと助けてくれた斉藤先輩の力になりたいという気持ちも事実で、そしてそれ以上に俺はシステムエンジニアとしての仕事に誇りを持っているのだ。そっか、じゃあ正吾の弁護士としての夢は私が引き継いで、これからもどんどん活躍するからね、と笑ってくれたみゆきに、ああ、これからもどんどん活躍してくれよ、俺の分まで、と俺は笑いながら答えたのだった。斉藤先輩が社長として経営するうちの会社は、俺たちが以前勤めていた会社を買収したことによってさらに大きくなった。前のようなブラック会社のような働き方はもってのほかで、無理をして成果を出すのではなく、無理なく働き、その人にとって力を最大限に発揮できるような働き方をモットーに、俺たちは毎日働いている。あの会社からやってきた佐藤さんはこのモットーを聞いて、無理をしなくていいんですか？と叫んでいた。それを聞いた斉藤社長が、無理は絶対にしてほしくない、そんなのは誰も喜ばないよ、と言った時、号泣していたくらいだ。聞けば毎日エナジードリンクを飲んで何とかしのいでいたらしい。確かに佐藤さん、目の下のクマがひどかったもんな。しかしこのモットーのおかげで社内の労働環境は快適であり、業績も伸びている。佐藤さんも目の下のクマも改善しているようだ。俺はこれからも斉藤社長の力になれるように一生懸命働こうと思うのだった。俺はこれまでの人生で周りの人に恵まれていると思う。みゆき、斉藤社長、両親、鈴木弁護士などみんなが俺の力になって支えてくれた。今井さんみたいなあんな人もいたけれど、それでも自分は間違ったことはせずに誠実に生きてきた。そうやって生きてきたから、きっと今井さんたちのような結末を迎えずに今があるのだと思う。他人は自己を映す鏡とも言うそうだ。他人にいいことをしたら、きっと自分にもいいことが返ってくるのだと思う。悪いことをすれば悪いことが返ってくるということだ。俺は誰に対しても誠実でいたいと改めて思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。高卒って今時そんな学のない人っているのね。お金目当てなのがバレバレ。お腹を抱えて笑い転げる義母。そんな彼女に対して義父は、おいおい、そんなに笑ったら失礼だろ。ちなみにお母様は働いているのかね？と、こちらもバカにする態度を崩さない。結婚の挨拶に向かった彼氏の家で、私は今までに経験したことがないような屈辱を味わっていた。親の顔を見てみたいと笑う義両親。その時、家のチャイムが部屋に響いた。それが地獄の始まりの合図とも知らずに、義母は玄関に向かった。私の名前は氷川真由美。私の実家は貧しいわけではなかったが、冷たく暗い環境だった。すべての元凶は父だった。父は昔から実力主義、実績主義を徹底した性格だった。
経過や過程よりも結果を重視する父は、私にも全てを望んだ。年齢や性別は関係ない。そこだけ聞けば響きはいいかもしれないが、私の父の場合は決していい意味ではなかった。お前が男だったならな。これが父の口癖だった。父はすでに私が女であることに、男児が生まれなかったことに失望しきっていたのだ。こうなってしまっては徹底的に指導する。女でもどうでもいい、そういう意味での性別は関係ない、だ。成績はトップを取るのが当たり前。父からの質問には3秒以内に答えること。食事のマナーから茶道や華道などの礼儀作法に至るまで、あらゆる分野を学ばされた。そんな父に対して幼少の私はお利口だったと思う。父に対して抱くのは恐怖だけ。もはや父としての家族の念すら怪しかった。そんな父が居座る居城でも凍りつかなかったのは母がいたからだ。母は誰よりも優しかった。温かく全てを包み込んでくれるような優しさが母にはあった。父に怒鳴られ泣きじゃくる私をかばい、もうそこまでにしてあげてくださいな、と父に正面切って言うのだ。母が殴られる、そう思う私だったが、現実はそういかなかった。帝王学も知らんくせに、とぶつくさ言いながらも父はその場を去った。なぜか父は母には逆らわなかった。文句は言うものの、母の言いつけ通りに動くその姿は少年のようであった。今思い返せば、父と母が喧嘩している様子も一度も見たことはない。ただ父が唯一譲らなかったのは母が外で働くことだった。女は家を守るもんだ、俺は稼ぐからお前は家と真由美を守れ、とのことだった。父が去った後、母は涙を流す私を胸にうずめてぎゅっと抱きしめた。そして耳元で、あなたは強い子、いつか大きくなってパパをギャフンと言わせなきゃ。私はひたすらに頑張った。父の言いつけを守り、良い子になろうとした。それは父のためではない、ただ母に褒められたいがための一心で努力した。かろうじて温かさを保っていた私たちの家が崩壊したのは、私が小学校6年生の時だった。父の言いつけに従って私は私立の中学校に進学することになっていた。私立となるとそれなりに勉強しなくてはいけない。私はいつものように自室で算数の勉強をしていた。私は勉強そのものは幸いにも嫌いではなかった。だが小学生にとって勉強は退屈なものではある。少し難しい問題に当たるとすぐに集中力が欠けてしまい、余計に解けなくなってしまう。時計を見ると午後3時。もうじき母がおやつを持ってきてくれる。母は勉強を頑張る私に毎日午後3時に手作りのおやつを持ってきてくれるのだ。今日は何かなと思いながら、母が扉をノックする音を待ち焦がれた。5分、10分過ぎても母からノックはない。まさか今日はおやつなしなのだろうかと思い、せめて確認しようとリビングに向かうと、そこには母が苦しそうな顔をしながら倒れていた。私は一瞬何が起きているのか分からず硬直したが、母が胸に手を当てている様子を見て、これはまずいと幼いながらに思った。私はすぐに救急車を呼ぼうとしたが、ふと脳裏に父の勝手に家のものを触るなという言葉が浮かんだ。まず父に相談するべきかと思い、父の勤め先に電話をかける。父は電話に出るや否や、仕事場にかけてくるなとあれほど言っただろう、と怒鳴り電話を切ってしまった。私はどうしたらよいのか分からずに、もう一度母に目をやる。母が浮かべている苦悶の表情は次第に薄れていったが、口から漏れる呼吸音も同時に静かになっていた。私はゾッとする何かを感じて、父を無視して救急車を呼んだ。すぐに救急車は来て、私は母と一緒に運ばれていった。母は他界した。心不全だという。他にも難しい話をしていた記憶はあるが、
そんなこと子供の私にはどうでもよかった。目の前に白くなった母が横たわっているのだ。あの優しかった笑顔はもう見られない。温かい声はもう聞けないのだ。手は冷たい。本当に氷を触っているようだった。まるで我が家だ。母の隣で座っていると父が慌てた様子で部屋に入ってきた。今までに見たことがないような慌てっぷりに私はつい笑ってしまったのを覚えている。父が来たのは母が病院に送り込まれて数時間が経過した頃だった。父は力なく母だったものの横に座り込む。私は父の様子を見ると静かなる怒りが湧いた。何を今さら悲しげな顔をしているのだろうか。家族を顧みなかったお前がなぜのうのうとここに来ているのか。私は父を睨みながら、私電話したんだよ、伝えようとしたんだよ、と言うと父はこちらを見ずに、ああ、とだけつぶやいた。そこからは記憶がない。とにかく父へ今までの怒りをぶつけたことは覚えている。消えるのは母ではなく父であるべきだったのだ。看護師さんたちが駆けつけて私をなだめるまで父に罵詈雑言を浴びせていた。母が他界して我が家は本当に氷の城になった。吐く息すら白く見えるほどだ。私と父の間に会話などない。あれ以降父も今までの威勢はなくなり、私に怒鳴ることはしなくなった。さらに今まで仕事人だった父に家事などできるはずもなく、家はなかなか片付かなくなっていた。私も家事をしたかったが、習慣だった勉強をつい優先してしまい、満足に掃除などできなかった。これもすべて父のせいだ。私は必然的に父を憎むようになっていた。ある日父が話しかけてきた。私の部屋のドアをノックして開けずに、紹介したい人がいる、下に来てくれ、とだけ言うと足音が遠のいていった。行くか迷ったが、久々に話しかけた父が紹介したいというのだ。一応向かってみようと思った。リビングには父と見知らぬ女性が立っていた。私を見るとその女性は深々とお辞儀した。こちらはハウスキーパーの桜庭幸さんだ。今後うちの掃除など家事全般をしていただくことになった。父はそれだけ言うと幸さんに、ではあとはよろしく頼みました、と言って自室に戻った。幸さんは白髪の混じった初老の女性だった。少し濃いめの化粧に黒縁メガネをかけたザ・使用人といった感じの女性だった。それ以降幸さんは毎日我が家に出入りした。瞬く間に家はきれいになっていき、すぐに仕事はなくなったように見えた。だが幸さんは、私の仕事は山積みでございますゆえ休むわけにはいきません、と言って私にクッキーを焼いてくれた。幸さんは厳しかった。お菓子を食べながら部屋に戻っていると、お嬢様、はしたない真似はなさらないでください、ほらこちらに座って、おすすめの音楽でも私に教えてください、と言って椅子に座るように促す。私は母がいなくなってリビングが苦痛だった。人と関わりたくない、そう思い家では基本的に部屋にこもるようになっていた。だが幸さんがこういうことを言うので、次第にリビングにいる時間が増えていった。逆に勉強をサボろうとリビングでテレビを見ていると、ほらほらあなたの仕事は立派になることですから、早く部屋に戻って勉強なさいな、おいしいアップルパイを焼いてあげますから、と言って部屋に戻るように促す。彼女が作るアップルパイは正直世界で一番おいしいと思う。私は彼女の厳しくも優しい人柄に惹かれ、勝手に母の面影を重ねていた。父にも幸さんは同じように接していた。お家が大変な時こそ大黒柱が踏ん張るのです、後悔している暇はありませんよ、と言っている声を聞いたことがあった。父とはそれでもまともに会話をすることはほとんどなかった。年齢が上がって思春期になったというのもあるだろうが、やはり私の中では父は母を苦しめた張本人だと思っていたからだ。
やはり許すことはできない。そういった感情が私の心の中には渦巻いていた。そのことを感じ取ってか、父は必要最低限の会話しか私としなかった。仕事を理由に家に1週間に1度しか帰らない時もあった。それでも私は何とも思わなかった。私は大学に進学する予定だった。母が生きているまでは。母がいなくなって私は勉強する目的を失ってしまったのだ。それでも大学には進学した方が今後の人生にはいいだろうとは思ったが、父のお金で学業に従事することが心底嫌になっていた。同時に自立できていない自分に無性に腹が立った。あれほど憎んでいる父に生かされている事実に嫌気がさした。私は高校卒業後、バイトでお金を稼ぎながら資格を取る勉強をしていた。幸さんが、せっかくアルバイトをなさるなら多くの経験をした方がいいでしょうと言って、いろいろなバイトを斡旋してくれた。旅館の仲居さんやホテルのフロント係など、普通体験することができない経験を幸さんにさせてもらった。そんな充実したバイト先で出会ったのが高倉圭介だった。彼は父とは真反対の人間で優しく、他人を思いやることのできる好青年だった。私が仕事でミスをした時もさっと飲み物を渡してくれて、まあ元気出してとだけ言ってその場を立ち去る。執拗に訳を聞いてくるなどをしないところもグッドポイントだった。圭介と過ごす時間が長ければ長いほど彼への思いはどんどん大きくなる。告白は向こうからだった。私だけが思いを膨らませていたのかと思っていたが、彼も私に対して初対面の時から気になっていたという。のろけではない。私は圭介と数年の交際を経て結婚することになった。結婚となると単なる交際とは話が変わってくる。相手の家族とも今後付き合いをしていかなくてはいけないのだ。だが圭介は自分の家族の話をあまりしなかった。何度も尋ねる私に圭介はしぶりながらも教えてくれた。俺の家族さ、なんていうかおかしいんだよ。あまり他人に話したくないレベルにはさ。その言葉を聞いて私は声を出して笑ってしまった。私の家も同じようなもんだよ。おかしいのレベルじゃないくらい。本当にそうだった。うちの家はおかしいの言葉じゃ足りないくらい変わっている。だからこそ私は圭介のおかしいという言葉も飲み込んであげられる。おかしいならなおさら早いうちに会って挨拶しておかないと大変でしょ。私の提案に圭介は、まあそこまで言うならと言って日時を調整してくれた。数日後、圭介の家族と会うことになった。正直圭介からは大変な家庭だと言われていたが、私には気に入られる自信があった。あの父親に育てられたのだ。大人の顔色をうかがうことに関しては人一倍能力があると思う。さらに幼少の頃からいろいろなマナーを叩き込まれた。作法や礼儀の意味すら知らなかった頃から体に覚え込まされたものだ。そういった方面でご家族の反感を買うことはきっとないだろう。まさかこういった時に役に立つとは思いもしなかった。圭介に案内されるがままに玄関に入ると、そこには義母が仁王立ちしていた。私が挨拶をしようと口を開こうとした時、私よりも義母が先に口を開いた。約束の時間より1分遅いじゃないの。人を待たせておいて謝罪もないなんて、どんな教育を受けてきたのかしら。これが義母の第一声だった。私は急な罵倒に思考がストップ。なんと返事をするのが正解かわからなかった。1分くらいなんだよ。俺が少し歩くのが遅かったんだよ。圭介は私の手をぎゅっと握って言い返してくれた。私は舐めていた。おかしいのレベルがとんでもない。あの厳しい父でも初対面の人にこんなことを言うことはしなかった。義母は私の菓子折りを受け取ると今に案内した。今のソファーには義父が腕を組み座っていた。あなた、真由美さんがいらっしゃいましたよと義母が言うと、何も言わずに私の全身を眺めた。
まるで品定めをするように全身くまなく視線を浴びた。そしてのぶとい声で、65点だな。品のない格好だ。そんな容姿では圭介の隣に立っているのが恥ずかしくなるぞ。なんということだろう。この家は他人を相当に見下しているという意味でのおかしい家族だったのか。私は正直ムッとした。今回の服は幸さんがチェックしてくれたものだ。私は今回のコーデを幸さんに見せると、悪くはありませんが、良くもない無難な格好ですね。もっと特徴のある装いの方がよろしいかと思います、と言って何着も監修してもらった。時間をかけて選んだ服装を義父は65点とつけたのだ。俺には100点に見えるけどな。ちゃんと言い返してくれる圭介に愛は爆発しそうだった。圭介は義両親の暴言にしっかりと言い返してくれてはいるが、多勢に無勢だった。義両親は次々と私をけなし、連携プレーを取ってくる。それに対して私は笑ってごまかすだけ。圭介だけが言い返す。そして散々詰まった後は、高倉家がいかにして大きく繁栄したかをこんこんと説明し始めた。誰も聞いていないのに、要約すると高倉家は代々警察官一族なのだそう。曾祖父も祖父も圭介の父も警察官である上にエリートコースを歩んでいるらしい。また義母の家系も警察の人間が多いという。つまりうちは名家ということになる。もちろん圭介もその血筋なんだよ。わかるかね。そんな我が一族に下賤な血は入れたくないんだよ。義父はコーヒーをすずっと音を立てて飲む。彼らには栄誉はあるようだが品がない。こうも傲慢ぶってはいるものの、作法も礼儀も知らないと見えるが、そんなことは言えるはずもなく、私はそうですねと力なく答えるしかなかった。親父、いい加減にしてくれよ。彼女の顔が見たいって言ったから紹介したのに、品定めするだけじゃなくてバカにまでして何がしたいんだよ。圭介は呆れにも似た声色で質問した。答えたのは義母だった。私もお父さんもあなたを心配して言っているのよ。話には聞いているけど、彼女高卒って言うじゃないの。ほら、貧乏人の家族がいつ顔を出してゆすってくるかわからないじゃないの。私の父に限ってそんなことは絶対にするはずがない。私の父もプライドの塊みたいな生き物だ。たとえお金に困っていたとしても、そんなことは思いつきすらしないだろう。もういいよ母さん。父さんが何を言っても俺は真由美と結婚するから文句言うなよ、と言って圭介は私の手を引く。いい加減にするのはお前の方だ。お前一人のわがままで我が一族を汚すつもりか。恥知らずめ、君も君だ。これだけの家系によく自分が入れると思ったな。どんな教育を受けたらそのずうずうしさが育つんだ。親の顔が見てみたいもんだ。義父が言い終わると同じタイミングでインターホンが鳴った。義母は、こんな時に誰かしら、と言って玄関に向かった。ガチャリ、扉の開く音とともに、あなたこちらに急いで来てくださいな、と声が響いた。義父はしかめっ面をしながらも声のした玄関に向かった。すぐに、これは玄関では何ですから、どうぞこちらに、と言って義両親が案内した人物は私の父親だった。大嫌いな父でもさすがに結婚の挨拶に向かうことくらいは伝えていた方がいいと思い、メールではあったが連絡をしていた。ただ自分一人で行くから来なくていいと告げていたが、律儀な父はわざわざ挨拶に来たのだろう。この名誉を貪る悪魔の巣に。まあ警視総監殿が来られるとは思いもしませんでしたわ。義母はキッチンから良い香りのする紅茶を父に勧める。すみません、ちょうど今愚息と交際しているという女性と会っていまして。ほらどきなさい。そう言って私を部屋の隅に追いやった。圭介も警視総監の父に対しては緊張しているようで、はじめまして、高倉家次男の圭介と申します、と
頭を下げた。父は何かを感じたようで沈黙している。義父は、お目障りでしょう、すぐに返します。ほら真由美さん、今日はもう帰りなさい。圭介との関係もしっかり考えたまえよ。君のような人間に圭介は合わん。義母は、これどうぞ、お口に合うか分かりませんが、高級菓子店で購入したものですと言って、奥から美味しそうなお菓子を持ってきた。私はこの状況がだんだん面白くなってきて、私がお持ちしたお菓子などはと口を挟むと、義母が顔を真っ赤にして、あなたが持ってきた田舎臭いお菓子なんて、警視総監である比嘉さんのお口に合うわけがないでしょ、出しゃばらないでという始末。父は先ほどから口を固く結び、何も話さない。きっと状況を読んでいるのだろう。私はここぞとばかりに父の横に立ち、ご紹介が遅れました、こちら私の父、比嘉十五郎です。まあ詳しくは皆さんの方がご存知かと思いますが、と義両親に向けて紹介をした。二人は理解が追いつかないようで、ええと口をパクパクさせている。圭介が、比嘉さんが真由美のお父さんなのと聞いてきたので、私は、ごめんね、言ってなくて、うちもいろいろあってさ、というだけにした。圭介にも父が警視総監であることは伝えていなかった。状況を読むのに時間がかかってしまった。高倉君、君らはうちの娘が持ってきたお菓子を田舎臭いと言ったわけだな。父は土器をはらんだ口調で詰問する。義母は、いえ、それは、何か返答をしようにも、先ほどからあらゆる暴言を父の前で発した後だ。今さら何を言っても説得力はない。キッチンの奥から声がする。旦那様、お嬢様がお持ちしたこの菓子は皇室御用達のものでございます。田舎臭いとはお里が知れますわよ、と言いながら幸さんが現れた。うちの使用人です、と軽く紹介する父。それからはもうひたすら義両親が頭を下げる会になった。父も般若の形相で怒鳴る怒鳴る。それでもうちの一族はなどとほざく義両親に、父は、貴様らの家の名誉など知ったことか、娘をここまで侮辱されて黙っている父親がどこにいると叫んだ。その後すぐに私は父の手によって連れ戻された。二人の結婚にとやかく言うつもりはないが、圭介君、君の家族に真由美を預ける気にはならなかった、と素直に言う父。圭介は、大丈夫です、うちの両親には指一本真由美には触れさせません、と力強く言い放った。圭介の両親はそれからは肩身の狭い生活を送ることになったそうだ。娘へのひどい仕打ちだけで懲戒処分などにはできないが、あの一件以降、父は義父に対してかなり辛辣な態度を示すようになったという。だが父は決してその理由は話さなかった。周囲も気にはなるが、首を突っ込むと巻き込まれると思ったようで、父や義父に尋ねる勇気ある者はいなかった。何があったかわからないが、何かしてかしたのだろうと皆が考察をし、憶測がさらなる憶測を呼び込んだ。その結果、義父は腫れ物を扱うような態度を周囲から取られるようになり、肩身の狭い仕事環境になってしまった。それに伴って義母も今までのような高飛車な態度は鳴りを潜めて、威張り散らすことはなくなったと圭介から聞いた。父は義父がどんな冷遇を受けてもあえて役職を取ることはしなかったが、義父は精神的に不安定になってしまったためか、自主降格を願い出たという。圭介は、あの人たちにはいいお灸が据えられたよ、とにっこりしていた。でも俺にもお父さんのこと内緒にしてたなんてひどいじゃないか、と猛抗議を受けたが、私はいなして、うちにもいろいろあるわけよ、とだけ言っておいた。圭介からの抗議を受けて、私は圭介にすべての話をした。最初は話したくないという気持ちが強かったが、恥ずかしい家族の話をちゃんとしてくれた圭介には筋を通すべきだと思ったのだ。私は事の始まりである母の他界から今日まで、父の言動やうちを取り巻く環境、未だに父を許せないことまで全てを話した。
圭介は話し終わるまで静かに聞いてくれた。話を一通り聞いた圭介は、真由美のお父さんを許せない気持ちはすごくわかる。内容は全然違うけど、俺も父さんや母さんを許すつもりはないしね。でも、あの日、俺の両親を怒鳴っていた時の目は、父親そのものだったよ。と、静かに、そして優しく教えてくれた。わかっているのだ。私もあの時、初めて感じた父親の面影。それを見逃さなかった私は、やっぱり優秀だと自画自賛してしまう。けれど、だからといって長い年月をかけて、凍りついた関係が解けるとは思えないのだ。こういった意地っ張りなところは、一体誰に似たのだろうか。また別日、たまたま実家に忘れ物をして帰宅した際に、幸さんから、先日の件、誠にお疲れ様でした。相手方の粗相は到底見逃すことはできません。お嬢様がご希望でしたら、この幸、あの一族を根絶やしに、と物騒なことを提案してきたので、断っておいた。少し残念そうな表情をする幸さん。旦那様も心底怒っていらしていました。当然でございますよ。いろいろあって今は冷め切ってしまっていても、父と子の関係であることには変わりませんから。娘をけなされれば誰でもああなりますものね。と、私の頭に手を置いた。これはオフレコですか、と前置きをして。旦那様は自分が行くか行かないかでかなりの時間悩まれておいででした。行くと決められてからもどの服で行こうかと、部屋と鏡を何度も行ったり来たり。そして最後出る前には奥様の写真の前で。俺が行くと真由美は不快に思うかもしれんが、もう後悔はしたくないんだ。とおっしゃっていました。と言って、にこりと微笑んだ。父は父なりに私に歩み寄ろうとしてたのだ。凍りついていたのは私たちの関係ではなく、私そのものだったのだ。父は母を亡くしたことから一歩ずつ前に立ち直り、新たに進もうとしていたにもかかわらず、私はずっと座って父に迷惑をかけていたのだろう。そう思うと心底恥ずかしくなった。幸さんは、次はお嬢様の番でございます。この幸、老体ではございますが、微力ながらいつでも力添えいたしますゆえ、どうか旦那様を許して差し上げてください、と言って深々と頭を下げた。幸さんが下げる頭などないはずなのに、まるで母親のような優しい人だと思った。私は幸さんに言われるがままに、父が帰宅するまで実家に居座ることにした。幸さんの計らいで父と久々に夕食を共にすることになったが、気まずい、気まずすぎる、地獄だ。まだ高倉家の方が居心地がいいのではないかと思ってしまうほどの気まずさだった。なぜ何も話さないんですか、幸さん。私は幸さんに視線を送ると、幸さんは私に向かってぐっと親指を立てる。違う、そういうのを求めているわけじゃない。お前が変な見栄を張らずにしっかり大学に行っていれば、高倉家のような誹謗中傷を受けずに済んだんだ、と父は言い始めた。なんだこの男は、宣言撤回。やはり私はこの人に歩み寄ることができなさそうだ。私も何くそと思い言い返そうと口を開いたが、旦那様は圭介君と仲良くしているのかを尋ねていらっしゃいます、と幸さんが口を挟んだ。私は圭介との近況報告をした。ふん、その気になれば圭介君よりもスペックの高い男を紹介してやるものを。圭介君を大事にしなさい。彼は随分優秀だからお前を幸せにしてくれるだろう。もっと人間性を磨かんと、ああいう風にバカにされてしまうぞ。あいつらは松代まで恨み通してやるわ。何か威厄がすごいことになっている気がするが。父の言葉に間髪を入れずに翻訳をする幸さんにしびれを切らした父が、幸さん、父親の威厳まで奪っちゃいかんよ、と釘を刺した。そんな父に幸さんは毅然とした振る舞いで、威厳もクソも何の役にも立ちません。今ここには不器用な父親と同じく不器用な娘がいるだけではありませんか。そう奥様も思っていらっしゃいますよ、きっと、と優しくも意見を許さないような口調の幸さんに、父は何も言い返すことができずにいた。私は、母さんのことは父さんのせいじゃないってことは頭では理解してるの。
父さんを責めても母さんが戻ってくるわけでもないし、でもどうしても憎む相手が必要だったの。そうじゃなきゃ私は自分が許せなかった。母さんに迷惑ばかりかけて甘えて頼って、母さんに何もしてあげれなかった自分が許せなかったの。行き場のない思いを父さんにぶつけてた。本当にごめんなさいと立ち上がり謝った。母がいなくなって初めて父に謝罪をした。でもこれは嘘偽りのない本心だった。私の言葉を受けて父は、謝罪など必要ない。俺もお前を強い人間に育てるために必死だった。それが正しいことだと信じて疑わなかったんだよ。お前が小さい頃に言っていた俺の言葉は全部本心だ。でもあれは間違っていたと今は確信している。お前が俺を恨む気持ちはもっともだ。間違っていない。謝って許されることではないが、本当にすまなかった。後悔している。幸さんは私たちの謝罪の様子を見守った後、きっと奥様はこれでようやく安心して見守ることができますね。お嬢様も自分がやりたいことを思う存分おやりなさい。それを見守るのが親の役目ですから。と言って父の肩に手を置く。そして幸さんは大きな焼きたてのアップルパイを食卓に置いた。部屋には甘い香りが充満していた。幸さんから言われた好きに生きなさいは私の心に深く刻まれた。今までは父のため、母のために勉強などをしてきたが、もうそんなことを気にしなくていいのだ。私は私のやりたいようにさせてもらおう。私は非営利団体に入り、世界を駆けるようになった。もちろん、圭介も夫として同行してもらう予定だ。義両親は当初、圭介が国外に出ることに難色を示していたが、幸さんが、可愛い子には旅をさせよと申しましょう。きっと立派になって戻ってきますよと説得してくれたおかげで何も言わなくなった。世界を自分の目で見て肌で感じることは私にとって何よりも大事なことに感じた。かつては父の言いなりになり、それに反抗するためだけに大学に行かなかった。だがそんな父に助けられた。私はまだまだ未熟者。いつか大物になって亡き母に大手を振って会いに行きたいものだ。どんなことがあろうとも、親と子の関係は永遠なのだ。もしかするとこの関係性だけが世界で唯一かもしれない。親子だとしても、ムカつくことや苛立つこともある。だが、同時に親子だから無償で助け合うということもある。圭介の両親があそこまで過敏になったのは、圭介の今後の人生を考えての行動だったのだろうと思う。少しやりすぎだと思うが、今では父とは定期的なやり取りをしている。正直私は少々ぎこちない。何たって生まれてからずっと世間の父親像を抱いたことはないからだ。どう接したらいいのかわからない。それは父も同じのようで、意味のわからない自撮りを送ってくることもある。それでも私たちは私たちなりに歩み寄ると決めたのだ。私は日本では経験できないようなことを日々体験して父に伝えている。父は自分のことのように喜んでいる。どんなに離れていても、やっぱり親子のつながりというのは切ることができないのだろうと、実感する毎日である。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。農家なんて、お前のところじゃなくても腐るほどいるんだよ。そんな罵声が脳の深くに染み入り、唯一と言ってもいいほどのプライドをズタズタに切り裂いていく。不況が続く中、ある程度はお互い様だと思い取引を続けていたが、その言葉で契約解除と復讐を決めた。この男に遠慮はいらない。俺は別所光一、妻はめぐみという。結婚してからもう4年で、そろそろ子供も考えなければいけない時期だろうか。両親から継いだ農園を妻と2人で営んでいる。高校を卒業後、大学まで出してくれた両親は俺に農園を託した後、しばらくして相次いで亡くなった。今は農業が楽しいというのと忙しすぎるという理由があって、子供を作ることにまで頭が回っていないという現状だ。
もう少し安定したら農作業を手伝ってもらえるアルバイトなどを雇ってみてもいいかもしれない。昔から農業に勤しむ父の背を見て育った俺の夢は両親の農園を継ぐことだった。作物を育てる喜びは何物にも代えがたい。そしてそれを食べてもらい、美味しいと言ってもらえる瞬間は本当に生きててよかったと思えるくらいに嬉しいのだ。今日収穫できるやつある？いっぱいあるよ。後でお母さんに調理してもらおう。幼い日の幾度と繰り返されたこの会話、何度も繰り返しすぎてほとんど挨拶のようになっていた。農業の喜び、収穫する喜び、食べてもらう喜び、父もきっと同じ気持ちだったんだろう。体を病に蝕まれ、日に日に体力が落ちていく中でも農作業だけは続けた。晩年は動くこともできなかったが、枕元で鉢植えに大葉というほとんど手入れのいらない作物を置いていた。病院に入院した人へのお見舞いに鉢植えは避けた方が良いという話も聞くが、本人が持っていきたいと言い張るから病院へ入院する時も持っていったくらいだ。そんな実直すぎる父の背中は俺が憧れるには十分すぎるくらい立派だったと思う。俺の両親の農園を継ぎたいという夢はあっさりと叶った。小規模ながら俺の農地で育つ作物を認めてくれる人もいる。野菜は俺の育てたものしか食べないというお得意様もいるくらいだ。地元の道の駅や仙台から取引のある大手チェーンスーパーなどにも卸している。この大手チェーンスーパーの親会社は株式会社富士という名前で、この辺り一帯で有名な大企業だ。店舗数は100をはるかに超え、もうすぐ200に手が届くかというところだろう。この株式会社富士とは有名になる前の店舗数の少ない頃から取引があった。株式会社富士の富士社長と父は仲が良く、ただの取引先というよりも経営者としてお互いに尊敬し合う仲だった。週末になると富士の社長がうちに飲みに来るので、部屋に帰れという父の言葉を無視して自分の考える農業の在り方や、あるいは父の農業に対する一途さを語ったりもした。最後には父に首根っこつかまれて追い出されるまでがお約束だ。ここまで来れば二人はもしや友達だったのだろうかと思わないでもないが、その週末の飲みも株式会社富士が大きくなるにつれて回数が減り、俺が小学校へ上がる頃にはもうほとんどなかったように記憶している。父の後を継ぎ、俺も農家という家業に誇りを持っていたし、育てる作物へは我が子のように愛情を注いでいた。そして父の亡き今もまだ株式会社富士に農作物を卸せるという事実が嬉しかった。小さい頃バカみたいに語ったあの夢を覚えていられると少し恥ずかしいなとも思うが、あの頃の子供の夢に付き合ってくれる富士社長がいたからこそ今があるのだから、不思議なものだ。そんな折、世界中を巻き込んだ伝染病が流行り、世界経済はもちろん日本経済も大打撃を受けた。空気感染し、高い感染力と場合によっては命すら危ういとされる病気で、日本はもちろん世界もパニックへと陥った。国内では外出や外食の規制を含む緊急事態宣言などが発令される例を見ない騒動で、飲食店、服飾店、小売店や俺たち農業を営む者、この騒動で影響を全く受けなかった者はいないであろうほど全国的にダメージを受け、数々の余波を残した。取引のあった飲食店はこのダメージを耐えきれず、次々に倒産を余儀なくされていった。俺の農園も取引先をあまた失い、頼りの綱は株式会社富士だけになっていた。伝染病が蔓延する直前、株式会社富士の専務に
社長の息子である安尾が就任した。藤社長には息子と娘がいるが、娘はすでに他業界へ就職したらしく、息子が跡継ぎになるらしい。その息子、安尾は大学を卒業後すぐに就任したため、社会経験がなく、俺たちのような小規模農家を見下していることを隠そうともしない態度だった。はじめは人を見下した態度が鼻につく程度だったのだが、安尾の態度はどんどん大きくなっていくのだった。安尾はこの不景気を打破するため、事業を刷新したいと取引先を回り、卸値を下げなければ契約を解除すると言って回った。この卸値だが、5%、10% 程度ならまだ現実味があり、受け入れられるものなのだが、安尾の提示は 40% 減というものだった。そこまで卸値を下げれば、生活が大きく変わってしまう農家も少なくない。以前は見なかった黒いポルシェを乗り回している安尾に不快感を持ったが、株式会社富士という大口の取引先を失えば、そのまま生活が破綻してしまうため、どこの農家も無理を承知で卸値を下げるという条件を飲むしかなかった。安尾は俺の農園にももちろんやってきた。この卸値の交渉はわずかばかり悩んだ。安尾はともかく株式会社富士の社長の人柄はよく知っている。この卸値を下げるというのは愚策にも程がある。それに株式会社富士にはまだ余力があるはずだ。じっくり考えたが、父の代から散々世話になっている恩を踏まえ、不服な部分もあるが、卸値を下げて契約を続行することにした。いいか、この不景気の中で生き残りたいのなら俺に逆らわないことだ。嫌味な声に思わず睨み返しそうになったが我慢する。安尾の言葉に苛立ちを感じながらも、今はまだ我慢をしようと決めた。そんな状態でなんとか経営を続けていたが、時を置かずして再び安尾がやってきた。卸値をもっと下げろ。不景気なんだからわかるだろ。それにうちと契約が切れればお前たちはやっていけなくなるぞ。安尾の言う通りに卸値を下げると赤字になってしまうのだが、こちらにも策がないわけではない。いいのか、うちと契約が切れてやっていける農家なんて他にないんだぞ。あまりに強気な態度にどうしようかと考えていたら、横で話を聞き業を煮やした妻のめぐみが口を挟もうとしてきた。先代の恩なんてもういいじゃない。大切にしてた息子が専務になってから、あの会社はもうダメになったのよ。恩だけじゃ生活していけないんだから。妻の言葉に思うところもあったが、俺はなんとか妻を抑え込んだ。少し様子を見よう。俺に任せてくれたら大丈夫だから。妻には一旦その場を離れてもらい、安尾と二人で契約内容の確認をした。前回よりさらに卸値を下げろという要求は飲んだが、調子に乗った安尾はニヤニヤと嫌な目つきで笑い、次なる条件を突きつけてきた。契約を継続したいならそれだけでなく手付金が必要だ。それはつまり？契約を継続するための手付金、つまりは賄賂をよこせということだ。先ほどの妻の言葉を何度も反芻しながらも、俺はどうすればこの苦境を乗り越えられるかをずっと考えていた。わかるだろう。下びた笑みに生理的な嫌悪感を感じたが、作り笑いを貼り付けて渋々ながらも帳簿にはつけない10万円という金額を安尾に渡した。お宅みたいな小さな農家が生き残るにはこれくらいの接待は必要だぞ。そう言って安尾は農道を走ったことでボディに少し砂ぼこりの目立つ黒のポルシェに乗り込み走り去っていった。上機嫌の安尾と打って変わって不機嫌な俺の様子を見て何かを察したのか、
妻は不安げな顔をしていた。賄賂の件は知らないはずだが、何年もずっと一緒にいると少しの機微もわかるようになるものなのかもしれない。もう少し見極めたい。先にそういうことで何か言いたそうな妻の言葉を封じた。安尾の最近の言動はさすがに目に余る。対処方法はいくつか思い浮かぶが。安尾が立ち去ってから数週間ほど経った頃だっただろうか、農作業をしていた俺のもとへ柄の悪い男二人と安尾が現れた。派手な柄のシャツに黒いスラックスという分かりやすい出立ちは本業のものというよりもチンピラとした方が形容しやすいかもしれない。少なくとも肩着の人間には見えなかった。安尾が柄の悪い男二人を連れてやってきた要件はさらなる卸値の減額だった。前回 40% の減額に応じたのだ。今回もそれからさらに 30% の減額だ。もはやただ同然の金額でとてもではないが受け入れることができない。申し訳ありませんが今回はご期待に沿うことができません。安尾のすぐ後ろにいる柄の悪い男二人に気を取られつつも丁重に断った。農家なんてお前のところじゃなくても腐るほどいるんだよ。しかし安尾はそう大声を張り上げ、柄の悪い男二人とともに収穫を間近にしていた人参を力任せに引き抜いた。今日わざわざ柄の悪い男二人を連れてきたのはこうして脅しに使うためだったのか。人参はそう簡単に抜けるものではなく、半分ほど地面から顔を出し無理に引っ張られた葉をボロボロにさせる結果となった。その人参の周囲の葉や表面に出た根っこを安尾と柄の悪い男二人は革靴で踏みにじる。もう少しで出荷できる状態になる予定だった人参は革靴で踏まれぽっきりと真ん中から折れてしまっていた。我が子のように愛情を育てた人参だった。あと2日もあればきちんと収穫できる予定だった。おいしく食べてもらえるはずだった。農家を営む者として許せない最低の行為だった。怒りが沸点まで達していた。そうですか、わかりました。今回の契約について考えたい部分がありますので、今しばらくお時間をいただけませんでしょうか。いえ、日にちを改めていただく必要はなく、30分ほどお待ちいただけませんでしょうか。必死に怒りを抑え込みながらそう告げるのが精一杯だった。冷静さはなんとか取り繕えたと思う。妻に柄の悪い男二人と安尾を応接室に案内するよう指示をし、俺は携帯電話を使いあるところへ連絡をした。電話をするのは久しぶりの相手だ。懐かしい声と自分を受け止めてくれる心の広さにほっとする。連絡を終えるとやはり自分の考え方は間違っていなかったと確証が得られたようで、先ほどの怒りも少し落ち着いてきた。遅れて応接室に向かうと安尾たちはふてぶてしい態度でソファーへ腰掛けていた。卸値を下げることができないなら土地を売るっていうのもいいかもな。まあこんな土地二足三門ってとこかな。ゲラゲラと不快な男の笑い声。冷静になった今ではその言葉も笑って流せる。妻に目配せするとそれだけで察したのか、妻も余裕の笑みを見せていた。そして電話をしてから20分程度で黒塗りのクラウンが車列を組んでやってきた。安尾さん、いらっしゃいましたよ。そう声をかけ、安尾と柄の悪い男二人に玄関口の方へ向かうことを促した。田舎で農園をしている我が家は土地だけは広く、やってきたクラウンは次々に我が家の敷地、庭兼駐車場のような空きスペースに泊まった。黒いクラウンからは次々と株式会社富士の幹部クラスの者たちが降りてくる。お前はもう終わりだな。
安尾の後ろからそう言葉をかけるが返事はない。その光景に圧倒されているのか、状況がつかめておらず言葉が出てこないだけなのか、安尾は玄関を出てすぐに固まってしまった。一番高価なグレードのクラウンからは杖をついた株式会社富士の富士社長が降りてきた。安尾にとっての父親だ。腰は少し曲がり、杖に頼らなければ転倒してしまいうまく歩けないのだが、それでも長年第一線でやってきた威厳があふれ出ている。安尾はキョロキョロと辺りを見渡し、さっきまでの上機嫌だった桃色の方が一気に青白くなっていった。富士社長はカツカツと杖で音を立たせながら歩き、まっすぐ安尾の方にやってきたかと思うと、その正面に立った。この愚か者！怒鳴った声が辺り一帯に響き渡り、それなりに距離を取っていた俺たちでさえ鼓膜がじんじんと痛むほどに震えた。このお方は我ら株式会社富士の筆頭株主だぞ！安尾が富士社長と俺の顔を交互に見比べる。隠していたわけではないが、専務クラスである安尾なら知っているかもしれないと思ってあえて言っていなかったのだが、その表情と今までの傍若無人な態度を見るに知らなかったらしい。うちの経営が伝染病の蔓延で存続できないほどになっていたことは知っておろう。社長は怒鳴りこそしなかったが、重量のある声で安尾から目を離さず語り始めた。それを救ってくれたのが光一だ。株式会社富士は買収こそされたが、経営や方針なども今まで通りでいいと言ってくれたのだ。そんな相手にお前は一体何をやっているんだ。安尾は反論もままならなかったようで、体の横で両拳を握りしめ小さく震えていた。柄の悪い男二人組の方はというと、当たり前のことながら居心地が悪いようで早く帰りたそうな素振りを見せていた。そんなこと言われても知らなかったんだから。幹部役員に囲まれ社長に叱られているというのにもかかわらず、あまりに頼りない態度だった。年齢から察するに安尾が生まれたのは社長と父が毎週飲んでいた頃くらいだろうか。社長は当時俺やその他の子供に対して甘いところもあったから、少々甘やかされて育ってきたのかもしれない。しかし大人になってしまった今ではそんな言い訳は通用しない。安尾、高一に謝りなさい。大人になって親に謝罪を促されるのはどんな気分なのだろうか。口を開かず下唇をかみしめているのを見ると相当屈辱的なのだと分かった。結局その日は安尾からの謝罪を聞くことはできなかった。俺が卒業したのは農業科のある大学だった。どちらかというと工業的な面で強く、大量栽培などを学ぶことが多かった。俺は中でも農業と IT 技術の可能性を学んでいて、卒業後には様々な IT 技術を農業に活用できないかとも不信していた。その結果、農業の知識が乏しい発展途上国などで最低限の設備を整えればネットワークを通じて俺が指示を出し、遠隔で操作できるロボットなどで新たな農業の形を発展させた。このシステムのおかげで飢饉を免れた地域は数知れず、 IT 農業界で俺は第一人者となっている。親から受け継いだ農園ではあえて IT テクノロジーを取り入れることなく、土壌の研究や新たな品種の栽培などに注力している。自ら収入をひけらかすようなことはしないのでご近所さんは知らないが、今では先進国からも助力を求められ、年商は億を超えている。株式会社富士に救いの手を差し伸べたのは父と富士社長が親しかったからだ。俺も富士社長にはよくしてもらった記憶があったし、親戚のおじさんのように慕っていた。光一がいなければ
我々の会社の存続はありえなかったんだ。大げさではなく命の恩人だと思っている。それなのにお前と来たら。安尾は何も語ろうとせず固く口を閉ざしていたが、その後の藤社長直々の調査や幹部役員による聞き取り調査で安尾の悪事はすべて暴かれた。安尾は農家たちに卸値を下げさせ、その差額を着服していたことが分かった。さらにお礼賄賂を要求したことも明らかになった。賄賂に関しては俺だけではないと思っていたが、どうやらその通りで複数件の農家からも受け取っていたようだ。その脅迫、横領、収賄は犯罪になると認識すらしていなかったらしい。その犯罪行為で集めた金があの黒いポルシェになっていたらしい。いくら縁故採用でも入社数ヶ月で車が買えるのはおかしいと思っていたが、まさかという気分だった。今回の件は互いに支え合わなければならないはずの農家へとんでもない所業をしていたと藤社長は相当腹を立てていたようだ。藤社長が年を重ねてからできた息子とあり甘やかしてしまったと謝罪があった。後日安尾は社長と共に謝罪行脚を行ったが、すべての謝罪を終えると藤家からは半ば感動のように追放された。株式会社藤は娘婿に継がせるらしい。その娘婿とは仕事の都合で何度か話したことがあるが、俺と年が近くクールな見た目とは裏腹に喋るととても面白い青年だった。それだけでなく言葉の端々から責任感や真面目さが伝わってくるのだから、男の俺から見てもいい男だった。結局安尾から謝罪の言葉は聞けなかった。しかし聞く必要もなかっただろう。安尾自身の生来の性格なのか、甘やかされたために後天的なものなのか、いずれにせよあれは人に謝罪できるタイプの人間ではない。同じ血を引いている藤社長の娘さんやその伴侶となる娘婿は問題なんてどこにも見つからない人間だっただけに残念だ。だが我々の業界は狭く、噂話や事件はすぐに周知されてしまう。安尾はもう農業関連の職場へは就職できないだろう。あの性格だとどこの会社にも就職できないと思うのだが、その場合はどうするのだろうかなどと自分には関係のないことをたまに考えてしまう。俺は今実家の農園で働きながらリモートで世界中の農業関係者に IT テクノロジーを取り入れた革新的な農業方法を説いている。今すぐには無理でも、こうして日頃の研究を欠かさずにいればいつかテクノロジーの進化によって世界から飢饉がなくなるだろうと思っている。親から農園を継ぐという夢を叶えた俺の次の夢がこれだ。世界から飢饉をなくす。決して簡単なことではないだろう。今は順調にいっている研究も行き詰まる時が来るだろう。しかし希望を忘れずに夢を見続ければ必ず叶うと信じている。農業という仕事は乳臭いイメージがあるせいか、安尾の言う通り安く見られがちだ。だけど農業がなくなれば世の中は立ち行かない。俺は農業を若者からかっこいいと思われるものにしていきたいと思っている。テクノロジーを取り入れることに反対する人もいるだろう。だけど若者が農業に参入してくれることによって収穫量が増え、貧困にあえぐ人たちを助けることにつながると信じている。俺が父親の背中を見て思ったように、自分に子供ができた時、子供にかっこいい農家の父親だと思ってもらいたい。そのために誠実に農業と向き合っていきたい。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。母親に依存するだけの寄生虫がなんであなただけ生き残ったのよ。母にそう言われた瞬間、
頭の中が真っ白になったような気がした。ずっとこらえて溜まっていたものが涙となって溢れ出す。私は唯一の肉親である母を捨て一人で生きていくことを決意した。気がつけば私は必要最低限のものだけを持って夜の街へと駆け出していた。私の名前は鈴村ひとみ。父と兄を失うまではどこにでもいる女子高生だった。私はごくごく普通の家庭で育った。父と母、兄と私の4人暮らし。ひとみは責任感が強いから将来立派な人になるぞ。私が小さい頃、父はよくそう言ってくれた。どうして父がそう思ったのかはよくわからない。父は兄にも優しくて、近くの公園でよくキャッチボールをしていたし、兄が大きくなると一緒に映画鑑賞をしていた。私もホラー映画じゃない時は仲間に入れてもらっていた。3人で映画鑑賞をしていると、母が手作りポップコーンを差し入れしてくれた。裕福ではないけれど、両親仲睦まじい一般的な家庭だったと思う。優しくて時々厳しい父のことが私は大好きだった。しかし父が亡くなってから状況は一変した。父は私が中学3年生の頃に不慮の交通事故で亡くなったのだった。本当に突然で、父の亡くなったことを理解するのに時間がかかった。家の収入が途絶え、代わりに母が働くようになった。今まで専業主婦だった母はうまく仕事をこなせない日もあったようだ。それでもこれから進学を控えた私や当時すでに大学生だった兄を育てるために、朝も夜も身を粉にして働いてくれた。そしてどれだけ忙しくてフラフラでも、母は愚痴一つこぼさず私たち兄弟の幸せを祈ってくれていた。私もできる限りの家事を手伝ったりはしていたが、父が亡くなった喪失感は拭えなかった。父がいた頃のように兄と二人で映画鑑賞をしても一人足りないことを実感するだけだった。深夜、仕事から帰ってきた母が静かに泣いているところを見たことがある。なんと声をかければいいのかわからず、見なかったふりをすることしかできなかった。父がいなくなってから3年、3年経ってようやく3人家族というものに慣れてきた頃だった。社会人になったばかりの兄に病気が見つかった。病気になればもちろん治療をするのだが、若いゆえに進行は早く、標準治療ではなかなかいい結果を得られなかった。そのため保険診療が認められない先進医療も行った。標準治療だけでも高いのに、先進医療の医療費はとんでもないもので、我が家の家計はすぐに困窮した。母一人だけがお金を稼いでいる状態で、貯金はみるみるうちになくなって、父の遺産もすぐに尽きた。そして兄の体力が日ごとに削られていくのが目に見えて分かった。動けなくなり、もう長く生きられないのだと兄自身も分かっていたと思う。ひとみ、見たい映画あるんだ。退院したら一緒に見ようよ。うん、見ようね。そのためには早く退院してね。だが進行の早すぎる病になすすべもなく、あっという間に亡くなってしまった。兄とした約束は守られなかった。病気が見つかった時、きっとすぐに治っていつも通りの日常が戻ってくると、そう信じていた。どうして、どうしてお兄ちゃんなの。変われるなら私が変わりたかった。兄が亡くなった時、普段の母からは想像もできない取り乱し方をしていた。そんな母を支えるため、周囲から見れば冷たすぎるほど私は冷静な振る舞いをしていたかもしれない。
私は十分愛されていたと思っていたが、長男である兄のことはもっと大切だったのかもしれないと、その時初めて思った。火葬場で棺桶から離れずに泣きじゃくる母の姿は、思い出すたびに胸が締め付けられる。父に次いで兄までも亡くしてしまって、人の儚さや何があろうと進んでいく時間の残酷さを思い知った。父が亡くなっても兄が亡くなっても、母と私はお腹が空くし、眠くなって眠れば朝がやってくる。生きていかなければならなかった。兄が亡くなって間もなく、私は大学受験を控えていた。しかし父と兄が立て続けに亡くなり、我が家に私立大学へ進学するほどの財力は残っていなかった。正直言ってとても貧乏だった。父、兄と大切な人を亡くした母の精神状態はあまりいいとは言えず、今までのように朝も夜も働くといったことができなくなった。その母の精神状態に追い打ちをかけたのが、生活のために父と兄の遺品を売り払わなければならない時だった。これね、お父さんがどうしても欲しいって言ってた作家さんの初版本なの。お母さんがプレゼントしたんだけどね、本人は疎いから探すのとても苦労したの。あれから20年経って、その頃よりずっと価値があるんだって。これを売れば瞳の塾代も払えるようになるの。二人でお金になるような遺品を選別している時の母の目は、どういう感情なのか読めないくらい黒く濁った目をしていた。私は志望校変更を余儀なくされた。本命だった私立大学よりかなり偏差値の高い公立大学だった。私は必死に勉強をした。夜寝る間も惜しんで勉強し、塾代をはじめとした勉強費や受験費は父と兄の遺品を売ってかき集めた。大学に入ったら勉強も頑張って、慣れてきたらバイトをするね。そしたらお母さんもちょっとは楽になるでしょ、と以前より笑顔が少なくなった母に約束をした。じゃあ行ってくるね。受験日当日、努力の甲斐あり、その直前での塾の判定では A だった。だから慢心していたんだと思う。結果は不合格、実力不足、 A 判定が出ていたことによる慢心、あるいはケアレスミス、いずれにせよ全て自分のせいだった。お母さんごめん、不合格だった。泣きそうになるのをこらえて伝えた。努力の結果が慢心ゆえの不合格だなんて笑い話にもならない。道を閉ざされた私は自分のことで精一杯だった。応援してくれていた母の気持ちなんて考えもしなかった。進学も就職もせずに高校を卒業した私は、朝は新聞配達、夜はコンビニエンスストアで働くようになった。その頃からあまり酒を飲まなかったはずの母の酒量が増えてきた。パートが休みの日は必ず昼から酒を煽っていた。私は何も言えなかった。父と兄が亡くなり、私は進学もできず、母にとって何一つ思うようにいかない人生になっていた。そのうち母は本格的にお酒に溺れるようになった。パートの時間以外は酒か睡眠だった。母なりの現実逃避だったのだろう。酒に溺れる母の姿は見ているだけでも辛かった。高校卒業したての私は、母子二人で生活できるギリギリの金額しか稼げなかった。母は自分が稼いだすべてを酒代に充て、私の給料の一部も酒代になった。徐々に増えていく母の酒代に生活が圧迫されていった。もっと稼いできてよ。
ある日母にそんな恨み事を言われた。仕事を増やそうにも私にも体力の限界があり、それ以上仕事を増やすことができなかった。もっと時給のいい職場というのも住んでいた中途半端な田舎にはなかった。大学に行けてちゃんと就職できてたらもっと稼げたのにね。母にそう言われた時は自室で少しだけ泣いた。お酒が入ると母は母で亡くなるようだった。私に対して私が傷つくことばかりを言うようになった。今までの恩があるから母と生活していたが、私の精神も限界に差し掛かっていた。その時の私は知らなかったが、母は飲み仲間にそそのかされてギャンブルにも手を出していた。気づいたのは給料日直前、財布の中身が減っていた時だった。その前日に、給料日まであと3000円しかないけど明日の夕飯どうしようかなと残金を数えてから寝たので、朝起きて減っているとなると犯人は一人しかいない。私は母を問い詰めたが、たった3000円ポッチもらったからって何も変わらないわよ。それをきっかけに私の財布の中身は頻繁に勝手に減るようになった。財布を隠しても見つけ出し、お金が入っていないと母は怒った。ろくに稼げもしないクズ、母親に依存するだけの寄生虫が、なんであなただけが生き残ったのよ。そう罵ったかと思えば急に泣き出し、お父さんがいてくれたら、お兄ちゃんがいてくれたらと泣き疲れて眠ってしまうまで天国にいる二人を呼び続けた。そんな母の姿を見るのが辛くて、私は財布の中にわずかばかりの現金を入れておくようになった。最低限の生活費は分けて私の机の奥に隠すことにした。現実逃避で少しでも楽になるならそれも選択肢の一つだと考えていた。仕事にも慣れてきた私は、母が留守の間を狙って少しずつ父の遺品整理を始めていた。金目のものはもうほとんど売ってしまったので、父との思い出に浸るためだ。父が身につけていた服や使っていたペン、お気に入りだったグラス、そんなたわいもないものを見ては家族4人だった頃を思い出していた。そして私は父のノートを見つけた。父は小説家志望で、幼かった頃にはよくいろんな物語を作って聞かせてくれた。見つけたのはその物語を書き留めた複数のノート。小説ではなくアイディアメモのような形が多かった。これという理由はなく、ただ単純に楽しそうだったからという理由で、私はそのノートをもとに小説を書き始めた。初めはうまく書けなかったりもしたが、すぐに楽しくなってきたのは血筋だろうか。母の現実逃避の方法がお酒なら、私の現実逃避の方法は小説を書くことになった。いくら辛い現実があろうと、母にどんな言葉を浴びせられようと、小説を書いている時だけは全てを忘れられた。そんな折、毎朝の新聞配達の途中であるものが目に入った。大手出版社が毎年行っている新人賞の募集記事。私はそれまで書き上げた小説を誰かに読んでもらったことがなかったので、一度応募してみようと思った。それから今まで以上に真面目に小説へと取り組んだ。小説を書くということは思っていた以上に体力や気力を使う。一作書き上げる頃にはもうヘトヘトになっていた。応募した結果はもちろん落選。一作目からうまくいくことなんてないと思っていたので、これに関しては特に何も思わない。賞の結果が出る頃と前後して、母は自宅に見知らぬ男性を連れ込むようになった。この家は父が建てた家で、今の名義は母だ。父と兄と私と母、4人で住んだ家だ。
家のどこにもいろんな思い出がある。兄と遊んでいてついてしまった壁の傷、父に高い高いをしてもらって頭をぶつけた柱、すべてが懐かしくて大事なもの。その家に知らない男性がやってくるというのはどうしても許せなかった。母は、あなたと顔合わせることないんだからいいじゃないと素っ気なく答えるだけだった。その答えが多分私の心をひどく傷つけたんだと思う。どうしてそれだけのことであんなに怒ってしまったのかわからない。私はその時、今まで溜まっていた全ての鬱憤が爆発した。お母さんはお酒を飲んで楽しい気分でいる時、私がどんな惨めな気持ちだったか知ってる？お父さんとお兄ちゃんがいてくれたらっていつも泣くけど、私だってそう思ってるって知ってる？ここはお父さんとの家なんだよ。それなのに他の男の人を連れてくるってどうなの？思いつく限りのことを言った。私が限界を迎えたことで母も限界を迎えたのだろう。ここは私の家よ。寄生虫の分際で偉そうなこと言わないで。大学も落ちて就職もできなかったから仕方なく住まわせてあげてるの。わかる？あなたは一人じゃ何もできない寄生虫よ。泣きもせず怒鳴ることもせず、ただ淡々と冷静にそう告げられた。寄生虫と聞いたその瞬間、足元から全てが崩れるようだった。母のために必死に働いてきたのに、私は寄生虫だったのかと絶望的な気分だった。それからというもの、私がお金を出し渋ったり、母と反対の意見を言ってしまうと母に殴られるようになった。とは言っても格闘技経験もない中年女性の暴力なので、身体的ダメージはほとんどなかった。それよりも心がどうにかなってしまいそうだった。あんなに優しかった母、大好きだった母、しかし母にとって私は寄生虫でしかない。私は毎月わずかに残る生活費の残りをへそくりしていた。一人で飛び出すには不安すぎる金額しか持っていなかったが、母との生活に耐えきれず家を出た。家を出る前に一応と思い母に挨拶をしようとしたが、恩知らずの寄生虫がさっさと出ていけという返事だった。大学進学もまともにできず、就職さえもしなかった私が言い返せる言葉はなかった。何日かの着替え、衛生用品、高校卒業と同時に自分の名義にしたスマートフォン、それだけが持ち物だった。リュック一つに収まった荷物を背負い、駅までの道を歩いた。行き先のない私が路線図に乗っている一番遠い場所にある駅にたどり着いた時、持っていたスマートフォンに電話がかかってきた。電話は先日小説の原稿を送った出版社からだ。それからあっという間に家を出てから1年が経った。あれから母と連絡は取っていないし、家の現状を調べたこともない。もうこのままずっと縁を切った生活をするんだと思っていた矢先のことだった。偶然テレビのローカルニュースを見た。それは寝タバコの不始末で火事が起きてしまい、怪我人こそ出なかったが家が一軒全焼したというものだった。そのニュースに私の目は釘付けになった。炎に包まれているのは、赤ん坊の頃から去年家を飛び出すまでずっと暮らしていたあの家だったからだ。もう母には関わらないと決めていたが、貯金もなく財産と呼べるものもない母が困っているだろうことは察した。出て行けと言われた私が今さら母を助けるなんてどうかとも思った。しかし私は翌日には銀行へ向かい、300万円を母へ送金していた。その300万円は先日デビューを果たした小説の印税だった。私が小説を応募した作品は賞こそ逃したものの、好評を担当した大御所作家の目に留まり、なんとかデビューにこぎつけることができた。デビュー作は
父のアイディアノートから組み立てた小説だった。デビュー作は異例ともいえるほどの大ヒットで、私は次作のヒットも間違いなし、次の直木賞候補だとも言われていた。貧乏生活に慣れていたので、本が売れても質素な生活をしていたので、お金だけならたくさん貯まっていた。すぐに母から電話があった。泣きながら、ごめんね、ありがとう、今までのことは全部謝るから。お金を受け取った母は、またお酒に溺れるんじゃないかという懸念もあった。300万円をすべてギャンブルに当てるのではないかとも思った。私はそれでもいいかなと思っていた。母には幼い頃から苦労をかけ、ここまで育ててもらった。300万円は手切れ金だと思うことにした。お金よりも家族4人で過ごしたあの家がもうなくなってしまったという現実の方が辛かった。そう思っていた数日後、母からまた連絡があった。300万円を使い切るにはちょっと早いな。今度は何の連絡だろうと思い電話を受けた。電話口の母は泣いていた。謝って許されることじゃないのは分かってるけど、謝らせてほしい。泣きながらではあったが、酔っていない時の母の声だった。以前の電話で謝るからと言ったのは本気だったのかとこの時分かった。父が亡くなり、一家の大黒柱を失ったので、母がその役目をしなければいけない。金銭的な面でできるだけ息子と娘に迷惑をかけたくないとは思っていたが、どうしても父と同じようには稼げなかった。そして兄を亡くしてしまったこと、私と兄と比べてどちらが可愛いということはない、どちらも母にとって大事なものだった。しかし兄を失ったことで心のバランスが乱れ、もういない兄に戻ってきてほしいという思いが強くなりすぎてしまっていた。残った娘には立派な大人になってもらいたかった。だからいい大学に入っていい会社へ就職してほしかった。でもそれも叶わなかった。全てがうまくいかなくて酒とギャンブルに溺れてしまった。酒もギャンブルも何の解決にもならないことは分かっていた。分かっていたがやめることができなかった。そして私に当たってしまった。言うべきでないこと、事実でないこと、思ってもいないことが口をついて出てしまった。母は矢継ぎ早にそんな説明をしてくれた。そして最後に、あなたのことは誰よりも愛してる、大事に思ってる、でもひどいことをしてしまった、本当にごめんなさい、どんなに謝っても許されることじゃない、だからこれ以上は望まない、300万円も必ず返すから親子でいさせてくださいと言った。親子でいさせてくださいというのは、多分縁を切らずたまになら電話くらいしてもいい間柄でいたいという意味だと思う。電話をする前、母のことは私に迷惑をかける人としか思っていなかった。私にとっては父と兄だが、母にとっては人生の伴侶と愛する人の息子だ。失ったショックは私以上だったのだと知っていたのに理解できていなかった。母親というものが何なのかわからなくなっていたが、母のいろいろな面を見て母親とはただの人間だということに気づいた。デビュー2作目を出した頃、住んでいた町に母を呼び寄せ、再び2人での生活を始めた。別々に暮らしていくことも考えたが、これから年老いていく母を一人きりにできなかった。こういうところが父が昔言っていた、瞳は責任感が強いから将来立派な人になるぞということなのだろうか。立派な人にはまだ慣れていないので、立派な人を目指したい。2作目の小説は父のアイディアノートを原案に少し手を加えたものだ。父と二人三脚のような作品制作を母はとても嬉しそうに見守ってくれている。
放送止まりだった作品が世に出るということが母にとっては父の生きた証であり、私の努力の結果だと思っているようだ。私の努力を母に認められると素直に嬉しかった。以前のお酒とギャンブルに溺れた日々はなく、毎日穏やかな日を過ごしている。実家から飛び出した時、まさかまた母と同じ家に住むことになるとは思ってもいなかった。仕事に余裕がある時は父と兄とよくやったように母と映画鑑賞をする。映画の感想を言い合うのがとても楽しい。私は今とても充実した日々を送っている。母もきっと幸せを感じてくれていると思う。一度は崩れた関係だが、今こうして一緒にいられるのは家族としての愛情を思い出せたからだと思う。アルコールやギャンブルに溺れてしまった現実逃避も、私が小説を書くことに熱中した現実逃避も、どちらも必要なものだった。辛かった時期を知っているから今の幸せを実感することができる。母はきっと私以上に一人で苦しんでいたはずだ。アルコールやギャンブルに溺れてしまうくらい苦しんでいた。もっと早くに気づけていたら母は苦しまなくて済んだのかもしれない。でも人生にもしもは存在しないので、今が一番いい状態だとも思っている。苦しい時があったからこそ、ごく普通の幸せを幸せとして認識できる。天国で見守ってくれている父と兄には大変心配をかけてしまったが、今は私たち親子は穏やかに笑っている。だから安心して見守っていてねと伝えたい。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。